こんにちは、イエベ秋のメイクアップアーティストの森脇です。こんにちは、ブルベ冬の PR のテシキンです。本日はパーソナルカラー別にエトボスの全アイシャドウのおすすめをご紹介いたします。この動画はエトボスでアイシャドウを検討している方、メイクで垢抜けたい方、パーソナルカラーわかるけど似合うメイクがわからないという方におすすめの動画です。エトボスではパーソナルカラーにとらわれず、やりたいイメージに合わせてメイクを選んでいただくことをおすすめしているんですけれども、まあそうは言ってでもちょっと難しいなっていう方、選ぶのに迷われてる方もいらっしゃると思うので、悩んでる方はぜひ参考にしてください。ということで、まずエトボスのアイシャドウをパーソナルカラーのイエベ春、ブルベ夏、イエベ秋、ブルベ冬に分けてみました。こうやって見ると結構たくさんアイテムあると思うんですけれども、私普段あんまりパーソナルカラー気にしたことないんですけど、意外とブルベ冬のアイテム多く使ってるような気がします。ざっくり言うとイエベは暖色系、ブルベは寒色系という感じで分かれてはいるんですけれども、どちらにもおすすめできる色味のアイテムもあります。自分のパーソナルカラーとの親和性が低い色味を使いたい時とかは、ちょっとベースメイク工夫したりとかすると意外と似合ったりしますよね。そうなんですよね。イエベさんがブルベのメイクをしたい時とかはカラーものままブルベのアイテムにして、ベースアイテムとかでラベンダー系のカラー取り入れたりとか、まあ、逆にブルベさんがイエベカラー使いたい時とかはちょっとヘルシーなカラーとかをベースメイクに取り入れてあげると綺麗にまとまってくれるかなと思います。それでは早速紹介していきたいんですが、まずはイエベの春のカラーをご紹介いたします。春って感じのすごい明るくってフレッシュな色のアイテムが多いですよね。すごい綺麗ですよね、うん、こちらはですね、おすすめなのはミネラルマルチパウダーのバレンシアオレンジ、ミネラルアイバームのピックフィズ、ミネラルアイバームのシナモンオレンジ、あと最後にミネラルクラッシュシャドウのジンジャーキャメルになっております。お互いの腕にちょっと装置していきたいと思います。私ちょっとこの間出張で宮古島に行ってきたので、だいぶ焼けてますけど大丈夫です？全然大丈夫です、うん、とても綺麗です、ヘルシーでありがとうございます。腕の装置はこんな感じです。焼けててすいませんね参考になるといいんですが、次はブルベ夏のおすすめのアイシャドウになります。確かにブルベ夏っていう感じで透明感強調してくれそうな色ですよね、はい、おすすめはミネラルマルチパウダーのリネンベージュと、ミネラルアイバームのペールライラック、ミネラルアイバームのシュガーグレープ、最後にミネラルクラッシーシャドウのフレンチフィグになります。またこちらもちょっと2人で装置していきます。比べるとこんな感じです。次はイエベ秋になります。イエベ秋さんってなんかこっくりしていて、あんまり明るすぎない色がすごい得意な感じですよね。私もそうですそうなんです。で、おすすめのカラーはミネラルマルチパウダーのサンドキャメル、ミネラルアイバームのモカブラウン、あとはミネラルマルチパウダーのヘルシーオレンジ、最後にですねミネラルクラッシーシャドウのブリックオレンジです。私ブルベですけど、ミネラルマルチパウダーのサンドキャメルがすごい好きでよく使ってます。あ、どういうところが好きなんですか？ローライトとしても使えるし、アイシャドウにもチークにもリップにも使えるから、もう簡単に仕上げたい時に使えるから好きです。なんかいろんなシーンに分けて使っていただけるような、なんか幅広いアイテムですよね、うん、装置はこんな感じです。最後はブルベ冬のおすすめカラーになります。私全然パーソナルカラーとかあんまり気にして選ばないんですけど、結構やっぱり普段自分が好きで使ってる色が入ってますね。さすがでございます。あゆみのカラーでコントラストが結構しっかり出てるようなアイテムが多いですよね。おすすめのカラーとしては、まずミネラルアイバームのアッシュグレー、あとミネラルマルチパウダーのトープピンクと、ミネラルアイバームのローズクォーズになります。で、こちらミネラルクラッシーシャドウの、先ほどもうちょっとご紹介したんですけど、フレンチフィグになっております。ちなみに私今日フレンチフィグでメイクしてます。お似合い、とてもお似合いです誰だよ誰この人ブルベとイエベでちょっと色の雰囲気違って見えますよね。そうですね。ちなみに全パーソナルカラーにおすすめのアイテムが2つございまして、1つ目がミネラルクラッシーシャドウのスローベージュ、私が今日これを使っております。で、もう1つがミネラルアイバームのシャンパンアイボリー。この2つのアイテムって、まあ、どんなメイクにも合わせやすいし、まあ、本当に使いやすいなって思うんですけど、王道だけど使い方次第でちょっと個性が出せるようなアイテムですよね。結構こうグラデーションも綺麗ですよね、うんうん、4色こうちゃんと明るい色から
暗い色に向けてグラデーションになってるようなカラーになっております。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。動画が参考になった方はチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。それではバイバーイ。ちょっと色の雰囲気違って見えますよね。ね。ギャル、ギャル、ギャル、ギャルすぎるわ。